はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、皆さん、ストラクチャーは買いましたか？リュウマ同騎士、ガイアストラク出たんですけど、買いましたか？あ、買ってない。あ、買ってない。このスパイラルスピアストライクっていう、ストラクチャーが出ましたので、もしね、ガイア興味ある方は、ぜひ買っていただきたいと、思っているんですけども、今回はこのストラクチャーの、このガイアを使ったデッキ、組んできました。昔ね、なんか一回マスターデュエルで組んだことあるんですけど、今回はですね、リューマノキシガイアデッキにですね、あのストラクチャーの、あの内容に、強いカードをぶち込んできまして、魔改造してきました。あのね、はっきり言っていい、あのリューマノキシガイアギミックだけではね、さすがに勝てない。あのね、これどういう効果かっていうと、このモンスターね、こいつはモンスターゾーンに存在する限り竜騎士ガイアとして扱うよと。で、自分相手のメインフェーズに、打点をね、あの2600下げるとフェルト上のカードを1枚対象取って破壊できるよっていう効果あるんですよ。これ一応メインフェーズ中だったらフリーチェーンなんで結構強いんですよね、この破壊が。で、こいつが戦闘で破壊をするとモンスターを、打点が2600アップするっていう効果なんですよ。まあ一応妨害的にはね、1妨害作れるんですけども、基本的なガイアのギミックってこの魔導騎士ガイア と、呪われし竜カースオブドラゴンで5200打点の竜魔導騎士ガイア出すだけなんですよ。さすがにそれだけって弱すぎるじゃないですか。ぶっちゃけ弱すぎじゃないですか。だってしかもなんかカード2枚ぐらい使うんですよ。竜魔導騎士ガイア と、カースオブドラゴンの2枚を一応使ってこれ出すだけでさすがに弱いでしょ。だからまあ、もうちょいね、まあ、場面強くする必要があって、で、まあ、ちょっとアタッカーというか、まあ、妨害を増やせるように、今回は楽園融合が入ってます。まあ、一応ですね、相性、ちょっといいのもあって、実はね、このね、スパイラルフュージョンっていうカードが、これ普通に手札フィールド融合なんですけど、これドラゴン族の融合モンスターカードを出せるんですよ。だからね、なんかね、ルベリオンとかね、アルビオン出せんですよね。で、しかも、これ、アルビオンとかって光属性で、で、ルベリオンとか闇属性要求するじゃないですか。で、ここ、光属性と闇属性なんですよ。だからね、相性意外といいんですよね、ここ。まあ、ゾウジートルカゲですね。基本的に、イリュージョン・オブ・カオス。イリュージョン・オブ・カオスだけ見ても何デッキかわかんねえんだよな。なんか結構、マジシャンズ・ソウルズが割と出張パーツになってるから、なんか結構ね、スパイラルとかもなんかこのギミック使ってるらしいし、なんか結構いろんなデッキがこのパーツを採用しているから、なんかデッキこれだけ見てもわかんねえな。あ、普通にブラックマジャーデッキか。あ、なるほどね。マジシャンズロット召喚効果いいでしょう。いやー、でも特殊召喚あんましねえんだよな、あのデッキ。増殖するうち刺さんないかもしれんね、これ。マジシャンズソウルズ効果は、増殖は一応打てる。で、ブラックマジシャンを特殊召喚する方の効果が OK で、増殖する G 効果発動をぶん投げる。で、ぶん投げて一応1枚ドローは確定するが、まあでもブラックマジシャン墓地を送らないといけないから、これあれか、もう1回特殊召喚するんじゃないかな。はいはい、かっこいいですね。ブラックマジシャン、1周年で配られたやつ、あれ めちゃくちゃかっこいいですからね。技術の準備、はい、了解です。イルジョンガスかぶってるんだろうな。で、黒の魔導陣発動 OK。 あー、ヒギあんのかー、強えな。なるほど、この盤面だと並んだらヒギ号しか出ないけど、あ、ヒギそこで使ってくんだ。増字かまされてるけど大丈夫、それ次のターンでよかったのでは。まあいいや、俺はドローできるから。ブラックマジシャンとマジシャンズロットで融合召喚してブラックマジシャンズ、はい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 、これ次のターンでよかったって言ったっけな。はい、なるほどですね。まあ、とりあえず魂がないからいきますわ。多分魂がなければいける。で、テラフォーミングポカゾ、テラフォーミングからのカオスフィールド加えればいいか。これ、うららするか。いや、これ、うららした方がいい気がするな。ここの1枚ドローで、ジンセットとかいう、キモい動きされても、それはそれで困るし。まあ、ちょっと一応、うららしとくか。ワンドローを封じます。マジシャンズ、ブラックマジシャンズを破壊すると、
ブラックマジシャンとブラックマジシャンガールが出てきちゃうっていう、なんかあの分裂するとか持ってるんですけど、並んだだけだから。だから、並んだだけは破壊されると分裂するっていう謎の仕様になってますんで、これこうですね。で、除外すればいいので、あれガイア君、あれなんですよね。あと殴るとき、何にも効果使えなくするっていう、この走破するガイアっていう最強のフィールド魔法があるんで、これでなんとかなるかも、可能性もある。で、呪われし竜、カース・オブ・ドラゴンを加える。で、スパイラルフュージョンあるから、これ別にエフェクトベイラーとかされても大丈夫だな。これ召喚権余らせられる説あるな。なんか素引きしてるんで、これ普通に手札融合します。うわー、手札融合現れろ。魔導キル、カース・オブ・ドラゴン効果発動。このカードの効果によりスパイラルフュージョンを手札からに回収。そしてこのモンスターがフィールド上に存在する場合、自分の墓地のモンスターも融合素材としてゲームから除外することができる。スパイラルフュージョン再び発動。魔導騎士ガイアと呪われし竜、カース・オブ・ドラゴンをゲームから除外。うおー、乗っただけ融合現れろ。並んだらき融合に対抗すべく、乗っただけ融合竜魔の騎士ガイア、さらに楽園融合を発動。楽園融合の効果により、これはリューベリオンですね。アルバスとデスピアン、このモンスターを墓地送り、深淵竜リューベリオン特殊召喚成功値効果発動。手札を1枚墓地の送り、さらに悲劇のデスピアンの効果も発動。悲劇のデスピアンの効果によりアレベルを加える。ふぃーん、これ強くない、この動きあ、この動き強ない。そしてアルバスとリベリオンをデッキに戻し、危険竜ミラジェイド爆弾、さらにデスピアンの動きアルベルを召喚効果発動。アルベルの効果により楽園マジックトラップカード1枚を手札に加えることができる。よし、これでバトルフェーズだ。バトルフェーズ走破するガイアがあるため、相手はカードの効果を一切発動することができない。リーマの騎士ガイアの効果発動、伊達鬼星のペカップ。このモンスターはモンスターに2回攻撃することができる。うおーぜー対戦ありがとうございました。どりゃー、うお、リューマの騎士ガイア最強。ハンド強くないなカタパルトタートル出しても意味ない。え、これスパイラルフュージョンじゃね、これ。これいきなりアルティメット手札融合したらいけるんではあー、まあ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 、まあ、増殖する G はしゃあないかな。一発目手札融合から入るの草なんだけど、あるいはその楽園と悲劇のデスピアンからのルベリオン爆弾、スパイラルフュージョンで融合したの意味わかんないけどなで、カタパルト墓地を送って、で悲劇のデスピアンで、アルベル持ってきて、おーギャバリきついんだが、バリきついんだが、ケルベックとかいう楽園絶対殺す誘発やめてくんないかな。マスカレード立たなきゃいけない、これマジかよ。アルバスとデスピアンをデッキ戻して、著作権徴収おじさん出して、アレベル召喚して、いやミラジェードは縦に行った方がいいよな、これさすがに。多分とりあえず一回ちょっとアレベルで楽園融合しかねえな。ルベリオン使ってるんで、アルビオンからミラジェイダー出しに行くしかねえかな。さすがにね、マスカレード短期でね耐えれるほど甘くないから、多分この環境さすがに。アルビオンかな、アルビオンですね。光属性いるんで、幸いね、幸いいるんで、でこれで次のターン死者蘇生で、ガイアを蘇生することは一応できるんで、で効果発動を、で光属性送ったこのアルビオン君は手札コスト切んなくていいので、まあ、これでなんとかするしかないですね。でミラジェイダー爆弾させる、オッケー、ミラジェイドマスカレードの構え、まあ今日とかこんぐらいで勘弁しといてやるか。
ニラジェイドはちょっとアクティブな状態で置いといた方が多分強いと思うんで、まあ、これで、まあ、一応アルビオンを送って次のターンの、まあ、楽園魔法トラップカードを確保しながら死者蘇生でガイア蘇生できたらいいなみたいな感じかな。なんだ、あ、フォクシーチューン、あー、これ墓地壊し系のデッキか。なるほど、フォクシーチューン、カオスルーラーをなんとかして、うお、やばい、挑戦者の魂とかいう最強カード送られてる。何このデッキ、わかん、なんだこのデッキ。白雪、あ、決め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 、普通に、あ、そっ、まあでもそっちだよな。そうか、まあ、ライフきついもんな。いや、しょうがないね。墓地肥やされると世界終わりそうなデッキか。で、どこまで行くかな。フォクシージュン使ってんだよな。で、挑戦士の魂はこれ、どうでもよくて、はい、はい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 、宵闇寄ってくのは強いね。なるほど。で、ケルドを効果、アギド捨てる、いや、強え。やべえ、めちゃくちゃ並んでる。やばいかもしれん。一応、ミラジェイドだけです。あと、僕の盤面に残ってる妨害は。で、アギド効果、まあ、それもスルーするしかない。ちょっと、やばい。じゃ、白雪のコストがたまるのはまずい。あ、でも、いいぞ。これ、カースオブドラゴン、墓地置くちゃう。これ、次のターン、一応、死者蘇生から動ける。3体で何？リンクこれ。あーひえひえ、あー、まあ、けれどかな、これ。いや、ユニコーンはこれ、ほっといた方がいいですね。これ、ムドラいないもんな。ムドラいないから、今のところアルビオンを戻されることないから、今のところは。なので、これ多分ケルドですね。で、この効果に違いしてケルドって言われたらきつい。そうだよね。墓地ないもんね。ここケルドだ。こっち除外。もうユニコーンはいい。オッケー。いいよ。あとは俺のマスカレードの収録2000の壁で耐えるしかない。白雪効果いいでしょう。白雪くんにターン1ついてないのがおかしいのでは。ネクロフェイスとかいうさ、なんか犯罪者結構今話題になってるんですけど、なんかネクロフェイスよりもなんか白雪とかいうモンスターにターン1をつけた方がいいのではっていう説はある。なんだこの石津カオストロジャーみたいな謎デッキ、最強なんだけど。カオアクセスコールとかやばい。え、これもしかして石津カオストロジャー1ある？面白そうだな。俺挑戦士カオストロジャーめっちゃ好きなんで、ちょっと組んでみますわ。普通に強そうこれ。で、マスカレイドが破壊される。いや、モンスター追加されてもね、マスカレイド一応戻ってこれるんですけど、いや、さすがに打点が異常に追加されるのはやばい。これ次飛車させから動けるもんな。いや、いいよ、全然いい。アクセスだけだったら別にいいや。いやー、よし、耐えた。オッケー。なんだその手札、逆に儀式できんのか。なるほどな、儀式はできないといったところ。カードセット、エンドね。オッケー。で、アルビオン効果発動。一応楽園系のマジックトラップカード持ってこれますので、まあ楽園融合を持ってきましょう。ここで死者蘇生からですね、ガイアを爆誕させて動くことはできるんで。俺のターン、テラフォーミング。まあまあまあ、まあ、悪くないよ、悪くはない。あ、使える。オッケー。テラフォーミング発動。テラフォーミングの効果により、デッキからフィールド魔法カードを1枚を手札に加えることができる。3種類もフィールド魔法が入ってるから、テラフォーミングが最強だぜ。そして、カオスフィールドを発動するぜ。カオスフィールドの効果により、ガイアを手札に加えることができるぜ。魔導騎士ガイアをサーチ。死者蘇生を発動。あ、間違えた！やべえ！ガイア先やった、マジ。あぶねえ、わからなかった。間違えた。あぶねえ、あぶねえ。ちょ、ガイア先に召喚しようと思いながら普通に死者蘇生打ってたわ。ごめんごめんごめん。ちょ、ミスったミスったミス。前でも結果おらんか。破壊の結果おらん。ちょ、ごめん。これ完全に間違えたけど、間違えたけど、ガイア召喚。リリースなしで召喚。これモンスターがいないときじゃないと出せないんで、これ先にね、出す方がいいです。基本的には。あ、増字か。まあ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 。増字は関係ねえ。もう行くしかねえんだ、俺は。行くしかねえ。さあ、ガイアの効果により、自分の墓地より、現れろ。呪われ主流、カーストオブドラゴン。
特殊召喚成功時効果発動。暗黒騎士ガイア系のマジックトラップカードを1枚手札に加えることができる。これによってスパイラルフュージョンを手札に加えていく。そして自分の墓地で存在する伯爵竜マスカレードはエクストラデッキから出てきたモンスターがいると墓地から蘇る。フルーボーン。さらに手札よりマジックカードスパイラルフュージョンを発動。スパイラルフュージョンの効果により行くぜガイアとカースオブドラゴンの魂を埋葬し現れろ魔導騎竜カースオブドラゴン。そしてカースオブドラゴンの効果発動。自分の墓地で存在するスパイラルフュージョンを回収。ちなみに魔導騎竜カースオブドラゴンが存在する場合、自分の墓地のカードを融合素材としてゲームから除外することができる。うわー、暗黒騎士ガイアとカースオブドラゴンをゲームから除外し、ユーマの騎士ガイアを融合召喚。うおー、元祖乗っただけ融合アルティメット元祖乗っただけ融合。白雪出てきたーで、白雪の効果いいだろう。まあ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 打つしかないよな。だリューマ同騎士ガイアの効果発動。相手のアクセスコールトーカーは戦闘では破壊できないから普通に破壊する。バゴーンで白雪の効果で裏返し表示になる。そして楽園融合発動。楽園融合の効果により、これもういきなりミラジェットでいいか。あればすと裏側になったリューマ同騎士ガイアを墓地送り、あらあらろう試験竜ミラジードバックタンよしいけるバトル効果。貴様の白雪とか言う激キモモンスターはゲームから除外。うおーいけー対戦ありがとうございました。うおーちょっと強い、ちょだいぶプレミしたけど、ちょっと強いなこの動き。対戦ありがとうございました。あー先行だったら強そうでしたねこれ先行だったらリューマド騎士ガイアとミラージェと並び合ってじゃんこれ。いやこれ先行欲しい人生でしかないんだけど、新鋭何 6部衆の荒行やばい。6部衆デッキじゃん。しかもなんか6部の門が発動されてるんですけど、やばいんですけど、それはやばい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 あちょっと待って、強すぎないか。6部の門やばくない。制限カード、え、これ今制限だっけ。これちょっと待って、これ素引きされてんのマジで世界終わってんだけど。あかんこと起きとるなこれ。新6部衆支援やべ、普通にきちい。やべ、魔法トラップ向こうマジで鬼なんだけどこのデッキで。うーわー、でも6部のもんとか言うからやっぱテキストおかしくない。6部衆モンスターが召喚特殊化されるためになんかカウンター2個送ってさ、意味わかんないし、でしかもなんかターン1ないなんかカウンター取り除いて、なんか6部衆加えるみたいな、4つ。意味不明でしょ、これ。いや、やばいやばいやばい嘘嘘でしょ。このデッキ展開力やばすぎでしょ6部のもんまだ12とかいう、13か。13余ってんのおかしいだろ。刻ん風。無理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 、全然無理、あ全然無理。いやワンターン3シーンは無理やて。こっちターン1制限ないんですけど、魔法トラップカード無効できるんですよねこれ。いや誰が勝てんねんこのデッキ、ふざけるなおちょ6部の門禁止しろ早く